東京都保健医療公社エバラ病院は東京都大田区にある医療機関公益財団法人東京都保健医療公社が運営する病院である旧東京都立エバラ病院同敷地内に東京都立エバラ看護専門学校東京都立北療育医療センター上南部園がある古くは非病院に起源を発する厳選病院であり長年にわたって 伝染病床を持つ病院として活動している。脳卒中急性治療に取り組んでおり、体制を強化して2005年11月に脳卒中専門病棟を備えた総合脳卒中センターを開設。センターでは、神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科、放射線科の各科医師を中心とし、看護師、ソーシャルワーカーなどによる医療チームを編成し、 脳卒中患者に対する高度専門医療を行っており、タイムロストイズブレインロストをモットーとしている。通常の気圧より高い圧力環境の下で酸素を吸入することで、血液中にたくさんの酸素を溶かしたい内の酸素濃度を上昇させ、様々な効果が得られる高気圧酸素治療室が設置されている。同装置は東京都内に4台しかない。 中原街道沿い千属池から1キロメートルほど住宅街に入った閑静な場所にあり、院内庭には草木や花がある、静かで心休まり、治療には良い環境の病院である。2014年10月、西アフリカを中心に猛威を振るうエボラ出血熱の東京都内での受け入れ先4カ所のうちの一つとなるエボラ熱対策指定医療機関となった。感染や 感染の疑いが生じた場合は、感染症法に基づき、患者や診察した医療機関が保健所に連絡し、東京消防庁に5台ある専用車両で4カ所の指定医療機関に搬送する手順になっている。4カ所は、都立北東病院、東京都立駒込病院、江原病院、国立国際医療研究センター。2015年11月、 がんの痛みや心の辛さをケアする、緩和ケア外来解説。2020年2月、新型コロナウイルス感染症に感染の疑いがある患者を受け入れる。この節は、医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。1983年、TBSK で放送された、不揃いのリンゴたちで、同敷地内にある、 東京都立茨原看護専門学校の看護学生役の石原まりこ、手塚さとみが看護学生として実習するシーンの際に使用された病院であり、1985年続編の不揃いのリンゴたち2では新人看護婦として働く石原まりこ、手塚さとみが働くシーンが撮影された。ありがとうございます。